異世界を魔法の絨毯に身を任せ大空いいですか、はい、リンネと遊ぼう、イエーイ。はい、皆さんこんにちは、吉田リンネ13歳です。先ほどはあのモンスタードールさんのゲストとして出させていただきましたけど、見てくれた方はいましたか。イエーイ、見たよ、はい、ありがとうございます。見てないんかい。はい、それではここでショールームの紹介をしたいと思います。ショールームはすいません、はい、ショールームは見ている皆さんと交流できる場所です。コメントを書いたり、右下のアイコンからアイテム、ギフトを投げたり、一緒に盛り上がりましょう、イエーイ。と星やアイテム、コメント数のが多いほど、あのステージの前に、あの今は1位はまこまこさんですね、ありがとうございます。前に来るほどコメントが読みやすいので前に来てください。そのコメントやアイテム、ギフトを投げるためには無料のアカウントの登録が必要です。画面右上のところから登録できます。こっちかな、こっちですね。はい、ぜひ登録してください。はい、それではその前に私の自己紹介をしたいと思います。先ほども言ったんですけど、私は北海道の札幌市立からやってきた、違いますよね、市からやってきた吉田リンネです。今日で中学2年生になりました、イエーイ。クラス替えが楽しみですね。ということで、はい、最近の活動は、28で前夜祭に出演しました。で、29日はアイドル甲子園フェスティバルさんで、31はあの昨日だったんですけど、あのジョル原宿というところでライブをさせていただいて、アンナチさんとホワイドールさんとコラボをしたりして、とても楽しかったです。そして今日の渋谷マウンテンホールさん、マウントレーニアンホールさんではとても楽しかったです。ありがとうございました。はい、それでは、あ、そう、最近楽しかったこと、なんかタクシーに乗ったんですけど、なんか運転手さんがすごい変な人で、変な人って言っていいのか、ちょっと変、なんか変わっているお方で、なんかその人が函館出身だったみたいで、なんかね、僕のお部屋一つ空いてるのでどうぞみたいな感じで言われたんですよ。ってびっくりして、スタッフさんと、わあすごいですねみたいな話をしてました。それがちょっと最近すごいことですね。びっくりびっくり、それはあかんやつやな、やべえ、やばいですね、ちょっとびっくりしましたね。それでは、はい、リンネクイズいきたいと思います、イエーイ。はい、まずあの
投票制でいきたいと思います。まずそれでは、待ってくださいね。はい、それではリンネの嫌いな食べ物のクイズをいきたいと思います。はい、それでは1グリーンピース、2ピーマン、3ゴーヤーということで、どれがリンネの嫌いな食べ物でしょうかね。皆さん投票したいと思います。それでは投票スタート。あ、ヒント？ヒントは、ヒントは美味しくないです。はいはいはい。はい、それでは締め切りまで3、2、1終了。カン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 。1、正解は3です。あの、その理由は、あの、苦いじゃないですか、めっちゃ。で、それで初めて食べた時すぐ出しちゃいました。だけど全部嫌いです。けど一番嫌いなのはゴーヤです。ちょっと全部嫌い、合ってますよね。ゴーヤが一番ってこと。うん、はい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 、はい、当たった。おー、やったね。イエイイエイ。漢字が読めないな。全部嫌いなのよ。それでは次は好きな有名人。はい、1はローラさん、2は中川翔子さん、3位は有吉さんです。あの、3位の、あ、3位じゃない、いいじゃないじゃん、バンバンバン。あの、有吉さんは、あ、知ってます？これ、あ、ちょっと完全に吉明さん見た方はちょっと分かる方はいますかな。お、俺でしょ。そうかもね。はい、それでは投票スタート。何が来るかな。ね、患者仕分けを見た方はぜひ多分知ってると思います。お、知ってる知ってる。2、しょこたん。あ、もう500人超えてますね。ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。もうすぐで600人だ。もっと皆さん見てください。それでは投票、終了まで3、2、1、終了。やっぱりね、うん、みんな見てくれてるね。ありがとうございます。2、あの、ショコタンを好きな理由は、あの、憧れて、ショコタンを憧れて芸能界に入ったんですよ。なので中川翔子さんが大好きです。はい、ということで、ということでね、うん、次は一番好きな漫画、これもね、分かっちゃうかもね。あ、仕分けで見た方も、うん、中にはいるでしょう。それでは1番はクレヨンしんちゃん、2は、あ、間違えた、2番はナナ、3番は進撃の巨人です。それでは投票スタート。お、1番が多いね。3番も多いかな。あ、もう650人になってる。ありがとうございます。嬉しい嬉しい、めっちゃ。リヴァイ兵長かっこいいですよね。うん。ゆうちゃんだね、3だな。
では終了まで3、2、1スタート。終了。あーやばいね。お、やっぱり本当にクレヨンしんちゃんが大好きなんですよ。あの家族の絆が素晴らしいですよね。ねえねえ、うん、笑われちゃった。正解は1番です。はい、それでは次のテーマに行きたいと思います。ちょっと簡単すぎるね。やばいかな。まあしょうがない。はい、次のテーマは好きな動物です。あ、ひまわりのモノマネできますよ、クレヨンしんちゃんの。いきます、いきます、いくよ。いって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 似てますよね。はい、 OK です。イエーイ。それでは、あ、似てる、嬉しい嬉しい。それでは投票までスタート。投票スタート。伝わりづらいよつって見てる、嬉しいね。そう、プードル、プードル、あ、言っちゃった、あ、した、間違った。締め切りまで、あ、ヒントは、うん、ヒントは家にいます。投票締め切りまで3、2、1、0。はい。やばい、キリンだなって言ってる人もいるよ。やばい、ヒントじゃなくなっちゃったね。もう答えやな。でも3番。あ、3番。どんだけおセレブなんですか。正解は1番の犬です。私はあのあれなんです、コロンっていう愛犬がいて、プードルなんですよ。めっちゃ可愛いですよ。はい、次で終わりです。はい、これで終わりです。ありがとうございました。はい、次はそれではこれからいろんなゲームをしますが、リンネが負けたら見ているみんなのために歌っちゃいたいと思います。はい、じゃあゲームやるよ。もし私が勝ったらギフトとかどんどん入れてくださいね。よろしくお願いします。はい、それでは最初はリンネが水系春弱、神経衰弱をやりたいと思います。イエーイ。それではあの一人では悲しいので、なっちゃんを、あのモンスタードールズのなつみちゃんを呼びたいと思います。イエイイエイイエイ、パチパチパチ。来ましたよ。お、来ました、来ました。どうしますか。お、もう800人も超えてるよ。お、すごいじゃん。イエーイ、すごい。あ、椅子を持ってこないと。それではなっちゃんと2人で、はい、みんなリリカじゃないのって言われてます。シュールシュール。はい、来てくれたらいいんです。はい、それでは半分に、これどうやってやるんですか。神経衰弱って何。神経衰弱ってどうやってやるんですか。じゃあボロバラに。あ、じゃあカード並べて、並べてます。ナウナウ。さあどうですかね。でこれでリンネが負けたら歌うんだよね。そう、だけどあと2個ゲームある。分かった。はい、うん、それではじゃんけんしよう。じゃんけん、最初グーじゃんけん、はい、
じゃあ行きたいと思います。はい、大丈夫、待って覚えなきゃね。あれ、はい、じゃあ行ってきてー。はい、それではリンネ、あ、もう一回いい、はい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 、お、やった、1枚揃ったえ、もう一回やってんだよね。いいね、いいねよ。お、初めて出た、初めて出た、あ、じゃない、違う、そうなんでしょ、出た、お、はい、はい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 、はい、いいよ、次いいですか、やばい、負けるかも、はい、おっと、おっと、わかんなくなってきたね。あるの、あれ、なんかすごい、どうしよう、はいはいはい、負けそう、はいはいはい、あ、はいはいはい、待って、はい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 、はい、圧勝でーす。ほら見て、ほら見て、この数もやばい、これ2枚だよ、やばどんだけショック、ちょっとショック、どんだけやばい、ほらかっちゃん面白くない、ほらちょっと何やっちゃってるの、なんで勝っちゃってるんだろうすいません、ちょっと勝っちゃ、負けちゃった、勝っちゃうじゃあ次は、次のゲーム、次のゲーム行きたいと思います。次のゲームは、じゃあ帰りますね、あのモンドルの次はマリナちゃんとやりたいと思います。マリナ頑張って、なっちゃんバイバイ、なっちゃんごめんね、なそれでは黒ひげ危機一発、じゃーん、これマリナ歌ってって言われてますよ、ね、これリンリンに歌ってほしいので私は勝ちたいと思います。なんだと、レッツゴー、いいよ、なに今のディデンステンディデンって何じゃあだんだんサクサクさせていきましょう。上から覗かないで書いてある、ダメだ、ちょっと覗かないで頑張ろう、OK、さして、いや怖い、はい、はい、どんどんさせていこう、なんでいきましょう、前もあるからね、リンリン、待って落ちたよ、落ちちゃって、はい、行こう行こう、お、待って、ちょっと待って、はい、いいよ、来たね、来たね、結構来たね、はい、お、おお、はい、おお、いい勝負じゃない、はい、え、ほら、あのさ、あとちょっとしかないよ、私ここにします、ね、あ、待って、リーダー企画だよ、待って待って、ここか、待って、ここ、あということで歌ってもらいましょう、早速お願いしますはいじゃあ歌いたいと思いますよ、はいはいはい、あーあーあ、歌う曲はこれでいいんですか、うん、はい、歌う曲はあの仕分けで歌わせていただいた残酷な天使のテーゼを歌いたいと思います。それではいきます、ずっと残酷な天使のように少年よ神話になれ、風が今胸のドアを叩いても、私だけをただ見つめて微笑んでるあなた、そっと触れるもの求めることに夢中で、運命さえまだ知らない痛いけな瞳、
だけどいつか気づくでしょう、その背中には遥か未来目指すための羽があること。残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び出す、ほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るなら、この空を抱いて輝く少年よ神話になれ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、皆さんどうでしたじゃん。あ、でも一回、皆さんどうでしたか。お、よかったよかった、嬉しい嬉しい嬉しい、感動、よかったよ。嬉しい、元気づけられる、だってなかなか嬉しいよ、めっちゃ嬉しい。あ、魂のルフランも歌ってって言ってることなので、歌っ、あ、待って、いるリクエスト、皆さんなんか、あ、ちょっと待ってくださいね。あ、皆さんなんか歌ってほしい曲ありますか。初恋サイダー、初恋サイダー、待ってね待ってね、初恋サイダーでしょ。愛を込めて歌ったことない。あ、待って、コネクトね、はい、ロンジで全部あると思う。じゃあ、あ、1番2番で、はい、ちょっと時期たないんですけど。あ、ちょっと待って、濃い感じね。ちょっと感じが分かんなかったからごめんなさい。ネカ恋。初恋です、初恋、初恋、初恋。それではこの中でどれが歌ってほしいか、皆さん投票スタート。ネカ恋じゃないからね、初、あ、間違った、上飛び出しちゃってんだ。んバイバイ。はいはいはい、寝かこい寝かこい。違うよって。もうすぐで900人だよ。おー、すごいじゃん、嬉しいよ。なっちゃんがいきなり声出しましたね。はい、それでは締め切りまで3、2、1、終了。やっぱりね、これサイダー歌っちゃいましょう、イエーイ。待ってください、残初恋になっちゃった。待ってね、初恋サイ、待ってくださいよ、はい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 、キスをあげるよ、今気づいた想い、どんな言葉でも足りないから、
くらい友達の時間が長かったせいで、あなたの癖や性格なんて他の子より知っての意気地なしで恥ずかしがりやなあなたをもう待ってられないの。傷をあげるございます。最高でした。嬉しい。犬が吠え出しただって、はい、じゃあ待って待って、もう一回リクエスト、まだ時間があるのでね、リクエストもう一回しちゃいたいと思います。したいたいと、あ、したいたいと思います。したいと思います。しちゃいたいと思います。はい、皆さん歌ってほしい曲3個あげるので、あげてください。3個。しんちゃんはちょっとね歌えないかな。ロマも待ってください。待ってください。あ、皆さんお花束ありがとうございます。嬉しいです。ぜひぜひ、あの、まこまこさんと討論の台湾さん、台湾さんありがとうございます。あ、待って、みんなリクエスト、リクエストリクエスト、どんどん。でリネがね歌った曲の中でぜひよろしく。待ってね、はいはいはい、じゃあ決まりました。いいかな。はい、それでは歌ってほしい曲投票、あ、待ってください。あ、待って、ちょっとこれ漢字じゃない。1番は、あの、仕分けで歌った魂のルフランで、2番はエルレガーデンさんのジターバグで、3番はあのマドカマギカの主題歌のクラリスさんが歌ってるコネクトです。それでは投票スタート。結構多いね。それでは終了まで3、2、1、終了。あ、やっぱり3番が多いですね。それでは3番、コネクト。あ、ありますね。それでは歌いたいと思います。
交わした約束忘れないよ。目を閉じ確かめる星を背で闇振り放って進むよ。いつになったらなくした未来を私ここでまた見ることできるの。溢れ出した不安の影を何度でも咲いてこの世界歩んでいく。止めどなく刻まれた時は今始まり告げ、変わらない思いを乗せ閉ざされた扉開けよう。目覚めた心は走り出した。未来を描くため難しい道で立ち止まっても、空は綺麗な丘でいつも待っていてくれる。だから怖くない、もう何があってもくじけない。ありがとうございました。はいはい、ありがとうございます。どうでしたか？嬉しい、パチパチパチ、かっこいい、ありがとうございます。うんクララが立ったっつって、ハイジとクララのね、クララね、なるほどねありがとうございます。お、リンネちゃんの歌好き。上手にできましたか皆さん、いいと思った方はぜひいろんなアイテム投げ込んでくださいお願いしますお願いしま す。あ、もっと聞きたいじゃあもう一曲歌っちゃいますか。じゃあ、はい、もう一回リクエスト。はいはいはい。何？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 空色デイズ歌えるかな？頑張るね。ちょっと空色デイズ、あ、待って、はいはい、みんな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 何が歌ってほしいですか？恋愛ライダー、はいはいはい、あ、そうそうそう、これベレー帽猫なの。ちょっと気づくかな。見せてあげるよ猫なんですよ。わかりますこれ、ほら。ありがとうございます。ちょっと逆だったね。こうか。こうでいいのか。そうだね。オッケーオッケー。あと一曲、何がいい？何がいいかな？何がいいですか？恋サイダーさっき歌ったからね。
タヌキの。はい、1番はあの中川翔子さんが歌っているトライロデイズで、2番はあのボーノさんが歌っている恋愛ライダーで、3番はあの仕分けで歌った366日です。はい、皆さん投票スタート。俺が間違えてた。そうね、366日。あと10分ですね。歌はこれで最後かな。うん、それでは投票終了まで3、2、1、終了。あ、歌えるかな。歌ったことないからね。あ、歌ったことはないけど、うん、じゃあ見てたね。スタンド立てちゃえば。待ってください。やるんですか。あ、オッケーです。ちょっと待ってください。待ってください。そらい。きっと歌えると思うからね。聞こえる僕のこの声が闇に虚しく吸い込まれた。もしも世界が意味を持つのなら、どんな気持ちも無駄ではない。憧れに押しつぶされて諦めてたんだ。果てしない空の色も知らないで走り出した。思いが今でもこの胸を確かに叩いてるから、今日の僕がその先に続く僕らなりの明日を築いてゆく。答えはそういつもここにある。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、パチパチパチ。はい、それでは、このコーナーは終了です。ありがとうございました。はい、あ、花束バカバ花束がいっぱいですね。ありがとうございます。まっちゃんさん、まこまこさん、台湾さん、台湾さんでいいんだよね。台湾、台湾さん。お、それでは今日のリンネと遊ぼうの時間はもう終わりの時間です。お疲れ様。あと11分だね。うん、今日の番組のやって感想は、皆さんといろいろねこうやってお話できて楽しかったです。それでは告知をしたいと思います。はい、あの4月3日の3日なんですけど、あさってだよね。あさってで、あのサンシャイン、池袋サンシャインっていうとさんでアイドルコレクションを やるので、ぜひ皆さん無料なので見に来てください。私のお出番は18時35分からになっています。ぜひ時間の
時間に余裕があれば皆さんぜひ見に来てください。よろしくお願いします。はい、それでは私はツイッターやブログをやっているので、吉田凛音と検索していただければ出るので、皆さん見てください。よろしくお願いします。それでは、今日1位の人は第5位でん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 。え、5位どこ？5位台湾さん。誰かな？なおさん。なおな、第5位はなおさんでした。ありがとうございます。はい、第4位はモンガーさん、パンダのモンガーさんです。ありがとうございます。はい、3位はシャンさん、シャンさん、すみません、シャンさん、ありがとうございます。2位はまっちゃんさんです。ありがとうございます。そして第1位はなんとまこまこさんです。ありがとうございます。まこまこさん、ありがとうございます。1位ということで感想は感想は感想がない。感想はどうかな。皆さん今日楽しかったですか？お、イエーイ、やった、ありがとうございます。まこまこさん1位、おめでとうございます。楽しかったな。またぜひショールームさんに出たいです。それでは、あ、髪、ショールームでは、ショールームのお知らせをしたいと思います。ショールームでは公式ツイッターをやっています。ショールームの番組の最新情報や配信直後、ここでしか見られない配信が終わった時の写真が写真をツイートするのでぜひ見てください。これですね、これこれ、はい、皆さん見てみてください。はい、いいですかね。あ、皆さん次はぜひやってほしい企画ありますか？あるかな。あるある。他にありますか？燃えてる。今じゃ燃えてる。ダンスボコン。お絵かき。あ、バッグの中を紹介。クレヨンしんちゃん、あ、そうそう、しんちゃんのモノマネもできんの。いきます、いきます、いくよ。はい、俺しんのすけだぜ。へぇはいはいはい、似てますよね。めっちゃ似てますよね。もうクレヨンしんちゃん大好きだからもう入り込んでます。ちょっとモノマネ意外とうまいんですよ、うち。じゃあモノマネ大会もしましょう、今度。はい、それではもうお時間になってしまいました。はい、では番組
終わりの時間です。また次東京来た時にやるので、ぜひ皆さん見てください。吉田リンデでした。今日はありがとうございました。バイバイ。